テイクバックをすると手が体からこのように離れて上げてしまいますというご質問でした。でそれを修正しようとすると右サイドが詰まっているような、近くに上げようとすると右側が詰まっているような感じがして、うまく上げれませんというご質問をいただきました。でこの場合まず初期段階でこのように離してしまう上げ方としては、あまりにも左腕を伸ばしてあげようっていう意識と、 あと体重移動をしようという意識の表れで少し横に引きずってしまうような時間帯が長すぎてこのような形になってしまいますのであくまで体が回ったので上げるような意識でいくと手の位置もそこまで離れていきませんので乗せてこのように伸ばしてしまうと左,にす左腕が伸びてすごくこう遠くに届かせようっていうような動きになってしまいますのでそのまま。 体の向きを腰の位置を回して手のの位置がが変わらなないようなテイククバックのイメージが必要ですで。その時に右サイドが詰まってしまう原因としては右肘がこう伸びすぎ引っ張られる左腕が伸びるのと一緒で右肘がたたむタイミングが遅くなっておそらく詰まってから曲がってるっていうような意識ですので。 右腰を回しながらこの空間を少し広くしてあげつつ右肘も比較的曲がりながらテイクバックに入っていただくと比較的つまらないいで上げらられると思いますおそらくこう左腕に伸ばされて打声で流されて詰まってから肘をこう曲げているようなタイミングになっていますので割合早めに右肘を緩やかにスタートと頭の中ではスタートと同時に。 右肘も曲がっているっていうようなイメージで上げていただくと比較的トップまでのタイミングが合いやすいのでうまく長くやると曲がるのとか体を回すのとかのタイミングのズレが出やすくなってしまいますのでその辺を注意して練習していただければ 少しずつタイミングがあってくるのではないかなと思いますいつも動画を見ていただきありがとうございますチャンネル登録、評価お願いしますゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると動画でアップしたいと思いますのでよろしくお願いいたします